ルドカップやユーロで優勝する方法が明確となる。欧州で大活躍しとる選手を並べれば結果を残せる。はっきりした。ありがとうサウスゲート。結局はコナンだと。世界も気づいたやろ。アスリート能力が高くてサッカーが上手い選手を20人集めれば勝てる。フィジカルモンスター集めて塩サッカーこれな。戦術。子が揃ってて戦術もある。代表やとほぼ不可能。クラブの中心選手を丸ごと代表に持ち込めれば可能。日本代表に戦術家を招聘したとしても子が足らんから負ける。それがはっきり分かったのがユーロ2024。戦術が行き詰まったら子が重要になってまた子を止めるために戦術が進化する。それの繰り返しで今は子が重視されるフェーズやろね。フランス代表はほんまうまいことやっとる。ドイツもスペインも今月増えたし。スピード強さ高さを兼ね備えるディフェンスは黒人だらけやから当然やな。インドネシアもオランダ人集めただけで韓国勝った。正解出てる。中国ブラジル人ばっかやけどなんで強くならんのや。日本はこれを取っとるのに戦術もあかん。せやから中堅国以下となってワールドカップベスト8に届かない。アジアカップすらベスト8の森保。日本がワールドカップベスト8を目指すならプレミアで2桁ゴールするような選手が4、5人は欲しい。それプラス守備陣が全員冨安くらいにならんとな。まあ日本が子語りねえのは明白やしな。CL 優勝狙えるチームのレギュラーメンバーとかいるわけちゃうし。PK を練習するやで。